岸田文雄首相は、増税メガネという自らのあだ名が気になって仕方がないようだ。そして、あだ名の払拭のためには何はともあれ減税するといいのだろうとばかりに、主に所得税で減税を行う案を10月24日にメディアに報道させた。 より正確には所得税で3万円住民税で1万円の定額減税を1年間の期間限定で行い主に住民税非課税になる低所得世帯には7万円を給付する案を提示したなぜ岸田首相はメガネだけが印象に残るのか岸田首相は10月24日の衆議院本会議では減税案について語らず 同日のテレビ番組で減税を説明した。25日の参議院の代表質問でも詳しい答弁を避けた一部の税制関係者と内容を詰めたのだろうが自由民主党内の検討は経ていないどうやら減税を言ったのは岸田だという印象を国民に与えたいらしい。 注目すべきは、自民党の参院幹事長である世耕弘重氏の代表質問だ。同氏は、支持率が向上しない最大の原因は、国民が期待するリーダーとしての姿が示せていないことに尽きる。首相が何をしようとしているのか全く伝わらなかった、と苦言を呈した。まるで野党の質問のようだ。 自民党の最大派閥である安倍派に所属資産議員を辞切る世耕氏を味方につけられていないことは、岸田氏ににとって相当にまずずいはずだ。不人気で無策な岸田首相から、安倍派として支持しないとは言わないまでも、ある程度の距離を取ることを示したことは、世耕氏にとって政治的な得点になったのではないか。 ちなみに岸田首相が人間でありながら眼鏡、呼ばわりされる理由は世耕氏が指摘する通りリーダーとしての姿が国民から見えていないからだろういかにも官僚が書いた通りに喋らされている印象を与える岸田氏の記者会見の発言や国会答弁はまるで空箱が喋っているようであって表情にも顔にも注意が向かない。 それ自体は細いフレームなのに顔が見えないから眼鏡だけが印象に残る仕掛けである加えて過去の自民党総裁選での発言や財務省の影響が強いと見られる政権運営防衛費の増額や異次元の少子化対策の財源に対して垣間見える増税姿勢などが加わって増税眼鏡があだ名になったものだろうでは 今回の減税案があだ名の払拭に役立つかというと全くダメだろう増税メガネというあだ名に共感していた民は例えば次のように言うのではないか増税メガネの所得減税はどうせ後から増税して取り返す偽装減税に過ぎない騙されないぞと今回の所得減税案のどこがダメなのか 偽装減税とまで今の段階で言うのはさすがに悪意が過ぎるかもしれないしかし今回の減税案は経済的にも政治的にも全くダメな代物だろうでは金額4万円一律定額減税期限1年低所得者に7万円のどこがダメなのだろうか最大の欠点は期限1年だ 経済的には、一回限りの給付金では、恒常的な所得の増加期待につながらないので、多くが支出されずに溜め込まれてしまって、消費にも景気不要にも効果が乏しいことが予想される。コロナ禍の最中の一時給付の効果が、いかにしょぼかったかを思い出すといい、また、4万円にも関係することだが、今回の減税は税収の上振れの還元策だということになっている。 しかし、今年はこんなに税金を取る予定ではなかった、見込み違いがあったのでお返ししますと言われて、国民は嬉しいだろうか。税収の上振れをそもそも何に使うべきなのかという議論はさておくとしても、国民の期待は物価高への対策としての生活支援であるはずだ。 岸田氏が本気で物価高と国民生活を心配していると信じるためには、減税の期限は物価高を上回る賃上げが確認できるまでであるべきだ。今回の案では、1年限りの減税と給付金とすることで、下げた税率を元通りに戻せなくなるリスクを避けようとしている財務省的な振り付けが透けて見える。すなわち、 この空箱男は財務省にコントロールされてしゃべっているだけだと国民が気づいてしまう今回の減税案が政治的に全くダメなゆえんである一部に税収の上振れ分を利用するとしても方法にも政治的発信にももっと工夫があっていいついでに検討しておくと定額の減税ないしは給付というやり方自体は悪くない この支出に対する将来の税金負担は高所得者の方が大きくなるはずなので差し引きで見ると何の問題もない一律の方が手続きが簡単でかつフェアだいつものように所得制限をつけるべきだというグロンの横やりが入ってくるだろうが一律が圧倒的に好ましい以下はネチズンのコメントをまとめたものです 私は税金を多くむしられているので、評価できないのは2点。1つ目は還元と言ったのに、高額納税者には全く還元されないこと。2つ目は配布だから1年限りとなること。1年限りではおそらく何の足しにもならないでしょう。給与の増額スピードと物価の上昇スピードが等しくなるまで減税を続ける必要がある時期だと思います。 1>, 1年限りとしたことで状況を全く理解しておらず単に選挙対策なんだろうと確信しました配布するにも振り込み手数料はかかるのでは金融機関への補助金みたいなものですねまず目的自体が明確でないので非常に分かりづらい普通に考えれば まず優先すべきは円安に起因する物価高で余計なコストと消費税を払わされて生活が苦しい国民への救済であって円安自体が歴代政府と財務省の間違った財政政策によるデフレ需要減イコール低成長とそれに対する金融緩和策によって起こったものであれば政府はその責任を取って国民に対する物価高手当を直ちに行うべきだ。 それを、取り過ぎた税金の還付という言い方をしてしまったゆえに対象が法人税なのか所得税なのか消費税なのか議論が分かれてしまったわけで本来なら円安によって市場空前の利益を上げた企業への還付は鼻から必要ないはずあくまで物価高で困窮する国民イコール消費者への手当を優先すべきなのだ。 おそらくその本質を岸田本人が全く理解しておらず、周囲の取り巻きや税調に検討を丸投げしているので、それぞれの異なる利害や理屈が対立して決まるものも決まらない。物価抑制はは日本以外は金利上昇という金融政策を取る42年ぶりの物価上昇率といえば、バブル期の高金利時代よりも物価高だったが、結局マイナス金利のまま。 短期金利は28年間もほぼゼロ金利であるその間には戦後2番目の長さの景気を挟んだが変動なしだ25ヶ月連続物価上昇8月まで12ヶ月連続3%以上上昇6月は米国より上昇率が高い消費者物価前年同月比もはや絶対に金利を上げられない国になっていると見た方がいい 国家予算114円、国債残高1000兆円、借り換え債禁止を保護にし、償還日が来てもひたすら借り換え、マス債で歯止めが利かない。無条件無節奏に借り換え債発行するには超低金利が必須条件になる。絶対に金利を上げないことが先に決まっており、白額な総裁に後付け理由を考えさせている。 絶対に金利を上げられないから賃金も上げられないという構図だ。